私の名前はなるみ、一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近戸建ての家に引っ越したんだ。小さい頃はタワマンに住むのが夢だったんだけど、戸建てもいいね。なんといっても庭があるのが最高。家にはワンコがいるんだけど、庭で子供と走り回ってる姿を見ると心があったかくなるよ。なるみさん、おめでとう。おめでとうって何が？なるみさん、戸建ての家を建てたんでしょ？今度私のことも招待してよ。そのうちね。絶対招待しないやつじゃん。私の体質知ってるでしょ？変な人に絡まれやすくて、家に他人を入れるっていうのがすごく怖いの。私たちはママ友だから他人じゃないよね。もちろんママ友だから他人じゃないっていうのもわかるんだけど、今まで私に迷惑をかけてきた人たちの8割ぐらいはママ友なの。じゃあ他の人は呼ばない方がいいかも。え？だから私だけ招待して。そのうちね。だからそうやってごまかさないでよ。私と仲良くしたくないの？家に呼ぶのはちょっと。そんなこと言わずに今日にでも。今日はお出かけしてるから無理。じゃあ来週の土日は？来週もちょっと用事があって。じゃあ再来週は？再来週の予定もちょっと。ひどい。なるみさん、なんでそうやって意地悪するの？私のことを家に呼びたくないなら正直にそう言って。どうせ私のことを家に呼びたくないからそんな意地悪言ってるんでしょう。うん。は？正直に言っていいなら言わせてもらうね。あなたを家に呼びたくない。は？なんで？だって手癖が悪いじゃない。そんなことないし。あなたと遊ぶと物がなくなるって有名だもん。最近はお金まで盗むようになったとか。誰がそんなこと言ってるの？私そんなことしてないし。まさかそんな風になるみさんが思ってたなんて知らなかった。私も最初は信じてなかったけど、この目で見ちゃったからね。見たって？先週の食事会の時にあなた久美さんの財布を盗もうとしたでしょ。私がそれとなく注意したら諦めたみたいだけど。気づいてたの？じゃなくて勘違いだって。あなたが財布を盗もうとしていたから、その財布まゆりさんのだっけって声かけた。そしたら落ちそうになってたから拾っただけとか言ってたけど、普通にバッグから漁ってたよね。そんなことないよ。そんなこといいから家に招待してよ。他にも家に招いてくれたママさんの家から私物を盗んだり、大切にしているアクセサリーを勝手に盗んだ。何か誤解があるみたいね。私はただいいな、これかわいい、ちょうだいって言っただけで、別に盗んでない。あげるなんて一言も言ってないのに勝手に持ち出したって何人ものママさんが言ってる。みんななくしたのを私のせいにしてるだけ。多分旦那さんとかにもらった大切なプレゼントでなくしたって言えなかったんでしょうね。だから私を犯人扱いするなんてひどい。私もみんなにはがっかりしてたの。でもなるみさんはそんなことしないって信じてるから。あなたには信用がないから家に招くことはできない。そんなこと言わないでよ。絶対に何も盗まないから。こういう会話をしてる時点で信用がないの。申し訳ないけど、もう少し様子を見させてもらう。そんな。あなたが本当に濡れ衣なのか、悪いことをしていないのか確信が持てたら、その時は招待する。めんどくさいな。人からの評価ばっかり信じて、私の言うこと信じてくれないんだ。なるみさんのことちょっと幻滅したかも。好きに言っていいよ。これは私が私を守るための大切なことだから。はぁ、気分悪いからもういいわ。じゃあ。一週間後。なるみさん、美味しいお肉が手に入ったから持っていくね。とっても美味しいからお裾分け。遠慮しなくていいからたくさん食べてね。誰が欲しいって言ったの？え？誰がそのお肉を欲しいって言ったの？私はなるみさんに食べてもらいたくて。だからって勝手に家に来るのはどうなのよ。私が来たこと分かってるなら早く開けてよ。早く。お肉がダメになっちゃう。勘違いしてるみたいだけど、私家にいないよ。は？じゃあなんで今 LINE してきたのよ。私がインターホンを押したこと知ってるんでしょ。家にはカメラがついてるの。だからインターホンを押したあなたの姿もカメラで見えた。おいしいお肉持ってきたから。手ぶらにしか見えないんだけど。私としたことがうっかりしてた。美味しいお肉を食べてもらおうと思ったのに、そのお肉を忘れてきちゃった。もう私のバカバカ。そんなことある？私にお肉をお裾分けしようとしたのにお肉を忘れてくるって。とりあえずなるみさんの家の中見たいし入れて。私の話聞いてなかったわけ？家にはいないって言ったでし
家に入れてくれないなら窓ガラス割っちゃうぞ。それか早く帰ってきてよ。勝手に家に来て家の中を見せろって迷惑。それにやっぱり何か企んでいるとしか思えない。なるみさん、自分の家にどれだけ価値があると思ってるの？相当いいものが家の中にたくさんあるんでしょうね。引っ越しの時に家具や家電は新調した。だからそういうの盗まれたら困るんだよ。まあいいじゃん、細かいこと言わずに。なくなったらまた買えばいいんだし。どうせお金持ちでしょ、なるみさんも旦那さんも。そういう問題じゃないの。まだ結婚してないくせに旦那って言われても否定しないんだ。ラブラブだね。はあ、とりあえず帰って。帰りません。今すぐ家に入れてくれないと困る。絶対家には入れないから。じゃあもういい。やっと諦めたか。じゃあ庭にあるこのお花持っていくね。見たことない植物だから多分高級なんでしょ。あ、それだけはダメ。やっぱり高級なお花なんだ。なるみさんが家に入れてくれないからこれ持って帰ります。泥棒女、警察に言ってやる。え、盗んだこと警察に言うから。別にいいじゃん、花の1個や2個。なるみさんは庭から雑草を抜かれて警察呼ぶの？雑草じゃなくて、それは私が育てているお花だから。別にいいじゃん、一つくらい。こんな見たことない綺麗なお花、絶対高い。っていうか、お花の真ん中に宝石みたいなのついてない？何これ、やばいじゃん。今すぐ返さないと後悔するよ。返した方が後悔するって。今すぐ売らないと。あなたのことはママ友だと思ってた。私も思ってるよ。だから特別に警察じゃなくて旦那さんに連絡した。旦那に？旦那さん頭を抱えてまたですかって。何度言っても治らない、これは病気だからもう別れるってさ。別にいいもん。は？私はこのお花を売って大儲けする。だからあんな安月給の旦那なんかいらない。何を言ってるのよ。お花を一つ売ったくらいでそんな大金が手に入るとでも？私にはわかる。この花はとてもいいものだって。だからこれは絶対に返さない。私のものなのよ。ダメだ、完全に言っちゃってるわ。旦那なんてくれてやるから。いや、くれるとかじゃなくて。さてと、離婚届でも書いてあげましょうかね。あはははは。結局あの後すぐにまゆりさんは離婚。旦那さんはびっくりしてたよ。あんなに何度も離婚の話をして拒否されていたのに、こんなすぐ承諾するなんて何かおかしいって。彼女は離婚に応じたどころか家をすぐに出て行ったらしい。旦那さんからしたら嬉しかったみたいだけど、なんだか奇妙だって話してた。2週間後、ゆりとひまわりとまゆりの LINE。 お久しぶりです、まゆりさん。お久しぶりです。いきなり LINE してきて何なの？私のなるみさんに迷惑をかけたことを謝ってもらおうかと思いまして。私は迷惑なんてかけてない。私から何も奪わせないから。旦那さんと離婚して子供も家も失ったのに何を言ってるんですか？私からは何も奪わせない、絶対に。私のなるみさんから大切なお花を奪っておいてよく言いますね。なんでそのこと知ってるの？なるみさんが話したん？ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視。あなたのことなら何でも知っているということです。あなたが生まれた時から今までどんな生活をして、どんなことを思い、どんな風に生きてきたのか、すべて知っているということです。だからなんだって言うのよ。あなたが聞いたんじゃないですか、なんでお花盗んだこと知ってるのかって。私のお花だから、誰にもあげないんだから。それはなるみさんのものです。いいえ、正確にはなるみさんのものでした。ん？どうせゆりが準備した変なやつなんでしょ。何を笑ってんのよ。その花は私がなるみさんにしばらくの間育ててもらうように預けていたんです。ゆりの家はなるみさんの隣だもんね。ん？隣なのになんでわざわざなるみさんに頼んだの？引っ越してきた日も一緒だし、庭の広さだって変わんないのに。あれは特別なお花なんです。やっぱりそうなのね。毎日少しずつ花が成長している。葉っぱにはエメラルド、赤い花にはルービー、青い花にはサファイア、それから他にもダイヤモンドにアレキサンドライト、ラピスラズリにイエローダイヤモンド、アクアマリンにアメジスト、ペリドット、アンタークチサイト。これは花じゃなくて宝石がなる花なのね。なるほど、あなたにはそう見えているのですね。宝石ができる花、そんなのがあるの？私も見てみたいなー。
近寄らないで、シャー。え、怖っ、シャー。なんであなたまで威嚇を返しているんですか。なんとなく。この花は絶対にあげない。宝石を全部取り尽くした後お金にする。残念だったわね。絶対に返さないから。騙されてますよ、絶対。え、なるみさんに育ててほしいと頼んでいた花は特別な性質のものです。あなたのような心の汚い人が盗んでいくと思っていました。何が、何言ってんの。どういうこと、どういうこと。その花は持ち主が欲しいものを映し出します。そしてそれが欲しくて欲しくてたまらなくなり、その花に依存する。あ、だから離婚もスムーズに受け入れて家も出て行ったってこと。そうです。何言ってんのよ。こんなすごい花があるんだから離婚なんて別になんてことない。だってこの宝石を全部売れば私は億万長者。それにこの花がどこまで成長するか知らないけど、永遠に成長するのなら私はお金に困ることがない。なるみさんのような心の綺麗な人にしか育てることができないお花。そんな危ないお花なのに、なるみさん大丈夫なの。なるみさんは花を心から慈しみ、綺麗に育ってほしいと願っていました。だからなるみさんにはただの綺麗なお花にしか見えなかったのですよ。ちなみにユリにはどんな風に見えてるの。小さいなるみさんがいっぱい見えます。小さいなるみさんが私に話しかけてくるんです。ユリ今日も可愛いね、ユリは天才だね、ユリって素敵、私のユリって。これは重症だ。とても危ないお花なので裏施設で今後育てていくつもりです。これは宝石がなってるの、誰にもあげないから。そうよ、もうこれで盗みなんかしないから許して。今まで盗みを働いた人たちにもちゃんとお金返すから、それでいいでしょ。お金を受け取って黙って消えろ。全然反省してませんね。あなた気づいていないんですか。え、その花はあなたを魅了して、あなたを逃がさないようにあなたの欲望のままに育つ。あなたには宝石がなるお花に見えているようですが、あなたを養分として育ったその花はあなたのことをもう逃がしません。あれ、何これ、足がガリガリ、歩けない、動けない、捕食されそう。何なのこれ。え、反省するつもりがあるならそのお花を放してください。その花を今返すなら許してあげましょう。ダメよ、これは私のお花、誰にもあげない。私はこれでお金持ちになるのよ。絶対にあげないんだから。あれ、なんで足がガリガリに。あれ、なんで、なんでだっけ。もうダメだね、これは。さてと、最後のチャンスをあげたのでもういいでしょ。他人から花を奪われるかもしれないと神経質になりながら少しずつ養分として消えてください。いや、これは私の花よ、来ないで、来ないで。誰もいないのに誰に向かって言ってるんでしょうね。私には何に見えるかな。あなたのことだからどうせ食べ物でしょ。それは最高だね。お寿司にお肉にお菓子にアイス、私もいつか見てみたいな。その後、まゆりさんを何人かのママさんが見かけたみたいだけど、声をかけても来るな、この泥棒、近づいたら刺すからね、私の大切なお花に触らないで、とか言いながら何も咲いていない植木鉢を大切に抱きしめていたとか。彼女には今でも綺麗なお花が咲いているように見えるんだろうね。まゆりさんは日に日に弱っていき、最後はミイラのように干からびてたとか。干からびてこと切れそうな彼女は小さな声で、近づくな、これは私の大切なお花だ、と最後までブツブツと繰り返していたらしい。そういえばユリとひまわりに LINE していた時のまゆりさんは足が動かなかったはずなのに、その後他のママさんが見かけたってどういうことなんだろう。ユリに聞いてみたら、宿主がダメになると思ったお花が体を動かして次のターゲットを探していたってさ。でも結局まゆりさんの執着がすごくて最後までお花を手放さなかった。闇の施設から来た人がその植木鉢を回収したとかなんとか。みんなも綺麗なお花にはご用心。私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。私は若い頃からずっと旅行が好きで、旅行サークルにも入ってるんだ。そこで知り合った年上の友人のりこさんという人がいるんだけど、息子さんの結婚が決まったんだって。
めでたいなぁと思っていたんだけど、なんとこのタイミングで旦那さんから離婚しようと言われてしまったの。その理由が、まあ本当に最低なものだったんだよ。離婚、そりゃまた急な話だね。というか、息子さんの結婚が決まったタイミングで離婚なの？そうなの。息子の結婚式が終わって、ある程度落ち着いたら離婚だって。理由とかは聞いたんだよね。それが、夫が言うには。一週間前、夫婦の LINE。離婚？あなた、ちょっとそんな冗談やめてくださいよ。冗談なのはお前の顔の方だろ。顔？お前今何歳だ？もう50過ぎてるだろ。しみしわ、たるみがひどいよな。しわくちゃババアになるのももうすぐか。そりゃそうですよ。男も女も年を重ねれば、それなりに肌も悪くなります。でも綺麗な女だっているだろうが。それは体質とかお金をかけているとかですよ。俺はな、とにかくこんなババアと老後を過ごすなんて嫌だ。ちょっと、それが離婚する理由ですか？あとは、俺が育てた通り、達治が逆玉の腰に乗ったからな。俺は昔から言ってたんだよ。貧乏な家の女と結婚するなよってな。女の家も金持ちの方がいいって言ってただろ？これは俺の教育の賜物だ。でかい会社の娘と結婚が決まるとは、俺が育てたんだよ。わかるか？大体お前の子供じゃないだろ。あなた、それは言わない約束じゃないですか。何言ってんだ。お前だってよかっただろ。子供が産めないお前に子供を育てる喜びをくれてやったんだ。そうですね。それは感謝してるわよ。達治を育てることができて私は本当に幸せだった。だから、あなたが家計にお金を入れなかったりしても、ひたすら我慢してきたのに。お前さ、達治の金が目当てなんだろ。は？お金？だって、あいつは結婚相手の父親がやってる会社の後継者になるんだ。そうしたら、もっともっと稼ぐようになるだろ？向こうの遺産だって、うまいことやりゃ、ぶんどれるだろ。あなた、なんてこと言うんですか？俺はもう働く必要なんてないんだ。そうしたら、バニーガールの服を着させた若い可愛い子ちゃんに、俺のすべてを面倒を見てもらうんだよ。あなたって人は。のりこさんは初婚で、旦那さんは再婚。当時旦那さんには9歳の息子さんがいたんだよ。彼女は、そんな旦那さんの連れ子をとても大切に、時には厳しく、一生懸命子育てをしてきたんだ。そんな息子さんの逆玉の腰が決まった途端に、もうお前は用済みだとばかりに、のりこさんに離婚を突きつけたんだよ。熱い夜間でも投げつけてやりたいくらい嫌な人だね。でも、周りはちゃんと理解してるんだよ。おい、達治。父さん、どうしたの？いや、さすがは俺の息子だな。金持ちの女を捕まえて逆玉の腰とは。不細工嫁に連れ子のお前を育てさせてよかったわ。最高の人生だな。俺の親は育ての母一人だけだ。え？本当に許せない。母さんにひどいこと言ったんだってな。離婚するんだって？うん、俺もその方がいいと思う。母さんみたいな素晴らしい人は父さんにはふさわしくないよ。ずーっとそう思ってたんだ。おい達治、お前何様のつもりだ。誰に向かって言ってる。誰がお前のことを育ててやったと思ってるんだ。だから母さんでしょ。お前の母親はとっくに男作って出て行っただろうが。それは生物学的な？で、表現合ってる？母親だよね。でも、俺はその人の記憶はほとんどないよ。周りからはいろいろ聞かされたけどね。あっちこっちに男作って、子供を産みまくって捨ててるんでしょ？俺みたいにさ。いや、それは。でも父さんには感謝してるよ。俺の本当の母さんに出会わせてくれたんだから。本当の母さん？そうだよ。育ての母親が、俺にとって本当の母親。何言ってるんだ。あいつは家政婦みたいなもんだろうが。そんなことを思っているのは父さん。いや、あなただけだよ。あなたが遊び歩いている中、俺を必死に育ててくれたのは母さんだ。お金に困った時期もあったと思う。母さん、お腹が鳴ってるのに、俺に全部食べなさいって言うんだよ。冬なんか、手もガサガサになって、それでもクリーム一つ買えなくて。お前のことを育てさせてやったんだから当たり前だろ。あなたは何様なんですか？
育てさせてやった。そりゃそうですよね。あなたみたいないい加減な人だったら子育てなんてできないですよね。なんだと。お前は俺が言ってたから逆玉の腰に乗ったんだろうか。何か勘違いしてない？彼女がお金持ちだと知ったのはプロポーズした後なんだけど、むしろかなりの倹約家だし家に仕送りもしてるって言ってたから、家は裕福ではないんだろうなって思ってたくらいだよ。はあ？お前貧乏人と結婚しようとしてたのか。貧乏なのはあなたの方でしょうが。なんだと？今まで遊び歩いてきたから資産なんてないでしょ。貯金なんて一円もないんじゃない？俺があなたに育てられてたら俺だって同じようになってただろうね。でも俺には母さんがいてくれた。体を清潔にしてちゃんと歯磨きをすること、お小遣いの中から一部を貯金すること、自分が恵まれていると感じるなら募金などにも使うこと、大人になってからいきなり努力をしろと言われても難しい。だから努力が苦にならないように今から少しずつ練習しよう。こんなことを一つずつ教えてくれる母親の存在がどれだけ偉大か。おい、母さんは本当に俺に良くしてくれた。俺を育てるために必死に働いてくれて、宿題も見てくれて、野菜たっぷりの美味しいご飯も作ってくれて、本当に世界一の母親だよ。こんな人他にはいない。あ、それとあなたのことは婚約者にもその親御さんにも話してある。俺の話？いい加減でだらしない人だってね。それでもいい、何かあったら自分たちが面倒を見るって言ってくれた。あと婚約者の親戚にはあなたを知ってる人がいたよ。あなたが働いている会社の取引先の社長ね。おい、じゃあその人に契約を。何言ってんの。性格は伝えたって言ったでしょ。それに仕事もいい加減でかなり評判は悪いってさ。なんだと。ま、そういうことだから。あ、それと俺の結婚が決まって金がもらえるとでも思った？若い女と一緒に旅行に行ってるよね。え？そういうの全部証拠も揃ってるから。それと母さんはもう家にいないよ。避難させたから。なんだと。じゃあ俺はあなたと縁を切るんで。待て。いや、のりこさんの息子達次くんはお見事だったよ。のりこさんの旦那さんって偉そうにしてるんだけど、もう家庭内では空気みたいなもんだったんだよね。そもそも遊び歩いていてほとんど顔も見ないような状況だったし、だから今までずるずると続いてきたんだろうけど、離婚を言い出したことで何様だと達次くんがブチギレ、婚約者のご両親や親戚にもしっかり自分のことを説明したんだって。隠さずにはっきり言ったこと、母親への気持ちも理解してもらえたみたい。そして婚約者さんも、彼は私の家が貧乏かもしれないと思ってた、でもそのことを指摘するのではなく優しく支えるからと言ってくれたと援護し、向こうのご両親もいい男だと大泣き。なんだろう、優しさと優しさがつながってうまく広がっていくような、そんな感じだね。やだ、オットセイみたい。オットセイってそういう鳴き声よね。そうなのかしら。でも私本物見たことないわ。お前のせいで俺はクビになったんだぞ。あなた取引先の会社に乗り込んで行ったんですってね。俺は達次の父親だ、向こうの両親を説得してくれって。あなた本当に何をしてるの？達次がどれだけ恥ずかしい思いをしたと思ってるの？それに取引先にそんなことで乗り込んでいくなんて、クビになるのも当然でしょう。もともと勤務態度も悪かったんだから。俺はこれから幸せになるはずだったんだ。あなたはお気楽でずっと幸せだったわよ。家にろくにお金を入れないし、私が言うと怒って家を出て行って遊び歩いて女を作って、ずっと幸せだったじゃないの。うるさい。俺はあいつの金で幸せに暮らしていくんだ。子供のお金で暮らしていくのが幸せなの？呆れた人ね。あ、そうそう、離婚届出してありますからね。は？おい、離婚届ってなんだよ。あなたが机の上に置いていったものですよ。それ出しておいたの。だからもう夫婦じゃないのよね。おい、どうすんだよ。どうにもならないわよ。達次は俺の子だぞ。子育てしてから言ってくれる？おい待てよ、
金がなかったら若い女と結婚できないだろ。むしろ逃げられるでしょうね、こんなおっさん。家を貸してくれていたあなた側の親戚も、あなただけになるならもう貸さないって言ってるから。なんでだよ、俺の親戚だぞ。だって私を信用して貸してくれたんだもの。あなたの人生ってそういうことなのよ。俺の人生。子供からも親戚からも誰からも信用されない。お金がなくなると分かれば周りの女性もいなくなる。でも感謝してる。息子に出会わせてくれてありがとう。じゃあさようなら。待ってくれ、お前がいなきゃダメなんだよ。その後、最後にお前がいなきゃダメだと言っていたけど、本当にその通り、何もかもがうまくいかなくなってしまい、結局借金取りみたいな人に連れて行かれたって話だよ。いや、よかったよかった。ちなみにのりこさんはというと、念のためにと、セキュリティのしっかりしているマンションへ。これは達治くんの奥さんが用意したマンションなんだよ。なんでも奥さんも子供の頃から貯金や投資についてしっかり親から教育されていたらしく、持ち物件の一つをのりこさんに安く貸してくれたんだって。達治くんと奥さん、のりこさん、そして向こうのご両親もみんな、お金とか他者に対する価値観が似ているみたい。すっかり仲良くなったんだってさ。いやー、よかったよかった。それにしても、達治くんののりこさんに対する気持ち、素敵だね。私も子供たちにそう思ってもらえる母になりたいよ。もちろん、にゃにゃまるにもね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。